残り1時間弱間に合えばよいのですが。根性はよし、剣の運びも悪くない。まだ青い。オーレリアから聞いたほどではあるまい。オーレリア分校長から何か言われましたか？いずれ自分をも超えるやもしれぬ剣士と。それはあまりにも恐れ多いというか、正直ムーン不相応だとは思いますが、そんな風に言っていただけた以上、無様な戦いは見せられませんね。ならば我が渾身の一撃、しかと受け止めてみるがいい。なるほど、なったばかりであろうと八王の牽制片足とはいえ、すでにこの領域に踏み入っていたか。確かに今後が期待できる逸材だが、今はここまでのようだ。いえ、まだ。では次で終わりとしよう。アルテラ？リーン教官、ご無事ですか？ああ、おかげで助かったよ。リーン教官！くたばっちゃいねえだろうな。どうやらアルティナさんに美味しいところを持っていかれたようですね。一人だけ飛んでいくなんてずるいです。みんなリーベルト少佐を突破したか。なかなか大したものだ。そういえばクルトさんも見かけませんが。クルトはあの場所から落ちていった。まさか本当に。おいおい、ほとんど崖じゃねえか。クルトさん、とにかく今すぐ助けに行かなきゃ。怪我をしている可能性はある。だが命に別状はないはずだ。クルトのためにもここで引くわけにはいかない。今は目の前の敵に集中するんだ。そんなとどめを刺し損ねた以上、その夫人をもってすれば、あるいは私を倒せるやもしれん。だが時は時期に惨事、残りわずかな時間でそれが果たせるとは思えぬ。確かに厳しい状況ですが。勝手に決めつけるんじゃねえよ。残念だ。そんなことはありません。この声は。クルト君。クルトさん、そんなところから。生かした登場すんじゃねえか。まさかそのまま崖を登ってくるとはな。湾曲した山道をたどっていてはとても黒煙には間に合いません。ならば垂直に進むしかないでしょう。クルト、その手は。血が滲んで。そんな状態で戦うなんて無茶だから。ここは私たちに。ありがとう、ユーナ。けど心配には及ばない。僕にもう少しクライミングの経験があればよかったんだが、まあそれは今後の課題としよう。教官、僕のことなら大丈夫です。戦闘への支障はありません。7組の仲間と共に父上に挑戦するまたとない機会。これ式の痛み、
取るに足りません。クルトさん気合入りすぎだろ。私たちも覚悟を決めないとですね。いいだろう。ならばクルト、およびトールズ7組、お主らの全力を晒してみせよ。それがいかほどのものか。マテウス・ヴァンダールが裁定を下す。言葉はいらぬ。来い。まだまだこれからだ。マイル。とどろけ、トールハンマー。行くぞ。奮い立て。バリアントレイジ。みんな。一気に決めるぞ。よし。まだ足らぬ。はい。あとはお願いします。任せて。全力で行くわよ。スマッシュ。チャンス。もらった。いいもんをくれてやる。崩れたぜ。一気に行くぜ。任せてくれ。俺の番だな。うなれ。おお、ラスト演劇。なるほど、悪くはない。見たか、八王が一刀。よし、掴んだ。まだまだこれか。成長しちゃいました。よし、やっと各種ステータスアップです。チャンスだ。一気に畳みかけるぞ。合格だ。やった。それにしても強すぎるでしょ。ヴァンダール流の宗主はさすがに訳が違いましたね。帝国最高峰の剣士の一角、マジで伊達じゃねえな。なんとか認めていただけてよかったです。Thank you.
これ…方向向こうの方からだったけど。おいシュバルサ、なんか気になんのかよ。ああ憶測だが、はっ、いや本来ありえないです。いつでも行ける。十分注意しつつ確認に向かいましょう。敵か。死ね。強敵だ。気をつけろ。えい。行くぞ。アタック。今だ。いただき。よし。サーチモード起動。解析完了です。行くわよ。逃がさない。ファイヤー、チャンス。やれ。行きます。ブリューナク起動。よし。行くぞ。成長したな。せい。ついてるな。
いただき。よし。この程度か。注意しない強敵だ。気をつけろ。燃やせ烈光陣ホムラ。奮い立てバリアントレイジ。みんな一気に決めるぞ。いつでも行ける。容赦はしない。パッチ。よーし。よし。見たか。バンダールの出し。掴んだ。よし。やった。まだまだこれか。悪くねえな。トレジャーを発見しました。気をつけろ。
ンだな。
実は今より数日前、カレイジャス2で新婚旅行に出かけられたオリバルト王子ご夫妻が行方不明になりました。行方不明？それは事実なのか？はい、同乗していた乗組員全員を含め連絡がつかなくなり、カレイジャス2もろとも消息を絶ちました。カン・モロトモ、お二人の門出にそんなことが。改めて問う。トールズ7組、オリバルト王子夫妻の捜索に協力する意思はあるか？殿下は帝国になくてはならないお方。それ以前に自分たちには返しても返しきれない恩があります。この一件の背後にどんな企みがあるのかは分かりませんが、よってトールズ7組前例をもって殿下ご夫妻の捜索、場合によっては救出に尽力します。今この場にいない仲間たちもきっと同じ気持ちです。よかろう。では正式にお主らに協力を依頼する。成果を期待して。なお、本件は極秘事項のため軍も公には動かせない状況です。ですがリンさんたちは信頼できると判断した協力者に情報を開示しても構いません。心得ました。微力ながら私たちも協力させていただきます。特にアイゼンガルドの周辺は土地勘もあって効率よく捜索できるでしょう。片付けない。シバルツァキオ、お前は俺は己を保て。この声は剣は形あるものにあらず、自らの内側に宿るもの。己が形をつかめばそれすなわち剣の形なり。己の形。
様子が尋常でなかったのでな。少し助言したまでだ。リーン・シュバルツァー、感謝する。クルトのことだ。そのままでは湯冷めする。お主も腰を下ろせ。ヴァンダール家が皇族守護職を解任されたことと、そしてセドリック殿下のことでクルトが悩んでいたのは分かっていた。だが私が父親として選択したのは、あえて突き放すこと。それが間違っていたとも思わぬが、お主がいてくれたおかげで、あやつは己の殻を破り、期待以上の成長を遂げるに至った。改めて礼を言う。それもお主という導き手に恵まれたおかげだろう。ところで、昼の戦いでは力を温存していたな。八王一刀流の牽制が本気を出せば、私とてもっと苦戦を強いられたであろう。となると迷いを抱えているな。剣を交えればそのくらいのことはわかる。その悩み、先ほどの状態と関係があるのか。悩む時ほど、複雑な時ほど、武人のすべきことは単純だ。己が技を振るい、己が大事なものを守る。そのための武であろう。